はい、皆さんこんにちは、りなです。今日はこの動画を一人で撮ることになりました。なぜかというと、私は日本から離れることになりました。明日からはドイツに行きます。ドイツに行く理由としては、本気ですか？本気ですか、社長？今聞いてましたよ、後ろで。本気ですか？嘘です。本気ですか？はい、というわけで改めまして皆さん、こんにちは。先ほどはどうしたんですか、急に。急にどうしたんですか、社長？全部聞いてましたよ、後ろで。本当に明日からドイツに帰ります。それは事実です。そうです。理由としては、詳しく聞いていきましょうか。社長の本心を詳しく聞いていきましょうか。理由としては、どっちかというと、ドイツのクリスマスが大好きで、クリスマスの時期にはドイツにいたいという気持ちがあります。過去にクリスマスを日本で過ごした時に、ドイツが恋しくなってきた気持ちとかにもなったし、やっぱりこのクリスマスのシーズンはドイツなんだね。家族と過ごしたいっていうね、両親に会いたいです。で、今年は本当に完全にタカが一緒に行かないということだね。でもそれはタカと仲悪いとか、タカから離れたいとか、そういった理由ではなくて、皆さん安心してください。安心してください、仲良しですよ。はい、今回はタカが帰らないけど、それはなんで？まあいろいろ理由はあって。本当かな。仕事の面もあるし、プライベートの冬に僕がハマってるスノーボードの件もあるし、浮気したいだけなかもしれない。それもあるかもしれないし。やばい、レナがドイツに行ってしまえばね、誰もこう監視する人がいなくなるからね。大丈夫です。トラッキングアプリをタカの携帯に入れます。何もするか。GPS のトラッキングアプリ入ってます。年末年始にかけて1ヶ月ぐらいは帰ることになりました。そうだね、ゆっくりドイツでリラックスしてきてくださいよ。その間僕は日本でバサッと羽を伸ばして、羽を伸ばすって知ってますか、日本の表現。あ、知ってますか。すごいですね。下手なこと言えませんね。かわいそうに、いつもそんなに。そうそう、いつもこう羽が伸びきらずにこうなってるから。かわいそう。レナがいなくなったらバサッと飲みに行ったり遊んだり。全然今でやってもいいのに。今やってますしね、自由に。そう、何も自由に飲みに行って、自由に遊びに行って。本当に何も制限ないです。制限あるよ。何？浮気は制限があるよ。浮気はしません、確実に。あと俺あれだからね、こう動画でさ、顔がバレちゃってるからさ、もし俺違う女性とご飯行ってたりとかさ、歩いてたりしてさ、視聴者が見たらさ、多分怒られると思うしね。そう、多分本気で怒られると思うから、俺本当に悪いことできないんだよね、やりたくても。皆さん、タカが違う女性と見かけたら、私に連絡してください。全然テーマ離れましたよ。はい、なので悪い、お互い悪いことできないです。顔が出ちゃってるからね。私は悪いことしようとしないの。そうですか、よかったですね。もちろんタカから離れてちょっとゆっくりもしたいんですけど、意外とめちゃめちゃ宿題もらいました。何をやりますか、ドイツに行って。仕事しますか。仕事します。YouTube もやりますか。 YouTube もやります。いろいろおいしいものも食べて、なんかいろいろやることありそうだね。そうだね、まだそんなに詳しく予定組んでないけど、まあ大体毎年クリスマスの時期に、そうだね、おいしいものをたくさん食べて、クリスマスクッキーを作って食べて、グリューワインとか飲んで、ホットワインね、あったかいワイン。あとはまあ家族と時間を過ごす、あとは友達と時間を過ごす、クリスマスマーケットに行ったり、それ以外はソファでこうゴロゴロしてぼーっとして、基本的にはだから家でゆっくり家族と時間を過ごすっていうのがね。ただ、まあ、特別に皆さんのためにいろいろ動画も撮ろうと思ってます。レナの両親もね、このチャンネルで人気ですからね。そうだね、気になってきました。そう、渋い感じがいいよね、お父さんの。そう、まあ、今回は本当にタカが完全にいないから出れない。そう、いないんだよね。だから私と両親が一緒にインタビューの動画とか、あとはまたいろんなものを日本から持ってきて食べさせてあげたいと思います。今のところ考えたのが、なんか辛いラーメンとか、日本のシチューとか、いろんな動画を撮る予定はあります。まあ、皆さんもその去年で撮ったドイツの動画もたくさん見たかと思いますけど、その中で、あ、これがまだ聞いてないとか、これはまだやってないとか、そういったネタとかがあれば、今はコメントで入れてください。
タカはちなみに、うん、今回ドイツに行けないから恋しくならないの？ドイツは。もちろんレナがドイツに行って日本に帰ってくるときにお土産は欲しいです。あ、何が欲しいの？ドイツビール。それだけ？白ビール、ヘレス、いろんなビールがいっぱいあるから。いやいや、でも日本のルールによると3本までしか持っていけないので。あ、じゃあ3本。お酒3本。ドイツビールをお土産でくれればそれで大満足です、うん、なんか行きたいところとかないの？あ、もし今回行けてたら、いつもミュンヘンに行くから。あ、そうだね。ミュンヘン行って、まあ、クリスマスマーケット行ったりとかね、はい、友達に会ったりとかはしたいよ。でも残念ながら今回、まあ、仕事も忙しいし。ドイツツアー。何？何でも信じてないよ、タカの部下さんが仕事が忙しい。俺仕事忙しいですからね。年末年始だよ。何でも日本でも仕事しないよ。いや、年末のギリギリまで仕事して。本当に仕事あるからね。スケジュール見せましょうか、会社の。会社のスケジュール見せましょうか。そうそうそう。年始はちょっと余裕があるから。何をするの？年始は、まあ家でゆっくりだよね。うん、まあお正月といったら、そうそうそう、実家に帰って両親とゆっくり過ごしたり、あとは友達と飲みに行ったり、飲みに行ったり、そうそうそう、飲みに行ったり、まああとはね、スノーボードも始まったから、がっつりと山にこもってね、スノーボードしたりね。はい。だ、本当は行きたかったんだよ。そのなんか今なんかこの話を聞くとあんまり信じられなくなりましたよ。じゃあレナがさ早めに行くじゃない。で、俺との時はがっつり本当に仕事じゃん。ニュース。だから一緒に行けないから、まあ、今回は一旦俺は日本に行って、レナがしかも一人の方がさ、家族との時間がさ両親とさ一緒にさ、俺がいな、家族水いらずの時間も大切じゃん。今すごいなで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 されるの。何の話からこの話になりました？ちなみに飛行機のチケットも高くなってます。あ、そうだね。もう本当にコロナ明けて、去年も高かったんですけど、今年もなんか安くなると思ったら全然そうでもなくて、うん、だからまあタカが行かないということでちょっとお金をセーブできました。出ました、ケチクソ社長です。普通はあれだよ。ケチクソ社長。ちょっと待ってて。あのケチクソだったら、今年はタカが一緒に行かないから、そのお金の分を私のビジネスクラスのチケットに使いましたということに対しては文句言っていいよ。そんなことないよ。普通会社だったら部下のために経費を出して一緒に連れていくとかはするけどね。まあでも本当に今回は僕のスケジュールが合わなくて、本当は行きたかったんだけど、レナも家族会いたいし、俺も友達会いたいし、はい、だけどたまたまスケジュールが合わなくて行けなかったと。で、俺が行けない分の飛行機代を使ってビジネスクラスにアップグレードしたと。ちょっと見せてください、ちゃんと。当日に、あの明日カウンターに行って、うん、アップグレードできますかって聞いてみようかなと思いました。信じられませんよ。いや、まあ、今回もまたあの直行便じゃなくて、今回はシンガポール経由で行くことになりました。うん、だからもう本当に普通にケチってます。まあ名古屋からそもそも直行便ないよね。ありません。ミュンヘン、イエス、名古屋が本当にアジアに飛ぶ飛行機以外なくて、うん、だからどっちみちさ、はい、直行便で行きたくても東京まで行かなきゃいけないからさ、まあ、新幹線で東京行って成田か羽田からミュンヘンでしょ。めんどくさい。だったらもうさ、セントレアからシンガポール経由してミュンヘンに行けば。はい。で、帰り道にシンガポールに3日間ゆっくりして。ちゃんと旅行してるやん。そう、普通に旅行しようと思って。じゃあ俺そこのシンガポール合流しようかな。近いし。やだ。え、皆さん今聞きました。あとタカの誕生日だし。信じられません。まあでも日本とシンガポールも意外と遠いからね。7時間ぐらいかかるよ。だから俺無理だわ。土日使ってそこ行こうと思ったらちょっときついもんね。だから帰りはミュンヘンからシンガポール経由して、そこで何日か？3日間。3日間も遊ぶの？丸々3日間。俺の浮いた飛行機代がそこに使われたってこと？意外とホテルが高いで、まあシンガポールで何をするかまだ何も決めてないけど、とりあえずシンガポールの料理をいろいろ食べてみたいなと思って、これも皆さんの経験とか、うん、シンガポールに行ったことある人からここに行った方がいいとか、そういったおすすめがあればコメントで教えてください。それで言うと僕らシンガポール行ったことないもんね。ない初めてシンガポールだね。そう、年明けは多少時間作れると思うから行くかもしれないです。いや本当は行ってほしくないな。あの1ヶ月会えないから恋しくなるかもしれないよ、うん、タカと会いたいかもしれないね。
会いたいかもしれないね。会いたい。Yes. 会いたいかもしれない。去年も私1ヶ月ぐらい行ったんだけど、タカがその間の2週間ぐらいは行けた。ミュンヘンに遊びに行ったタイミングで動画を撮ったり、なんか日本食恋しくなったタイミングで日本食とかも食べたり。ミュンヘン意外と美味しい日本酒があるからね。私の両親にいろんなお土産を食べさせてあげて、あとは両親にインタビューしたりとかね、いろいろやりましたので、そういったコンテンツは皆さんまだ見てないならぜひ一回去年のコンテンツも見つつ、今年の新しいものとかも見れば面白いと思います、うん、今年いけないよね。今年はいけない。じゃあ次いついけそう？次いつ、3年後、春？ 5 年後、来年の春？ 10 年後。何を言ってるの？いや来年は、はい、それは時間を取っていくよ。今年いけなかったから。クリスマスの時期？いやわかんない。クリスマスの時期はわかんないけど、まあ春に行くか秋に行くか夏に行くか。ちょっと冬はね、スノーボードに行きたいから。スノーボードもあるし、年末年始忙しかったりするし。まあ、ちなみに多分私たちは次にドイツに行く前に、うん、私の両親が日本に来るかもしれない。マジ？Yes。聞きました皆さん。はい。レナの両親が日本に来る。でもそれは10年ぶりの来日になるので、もう私の両親も AT Vlog の動画を全部見ましたよ、うん、皆さん。でそれを見た上で、あこれをやりたいとかこれを食べたいとかここに行きたいとか、うん、私の両親が私たちに言ってるから、うん、もう本当に両親が来年本当に日本に来ることになれば、もういろいろなところに連れてあげたいし見せてあげたいし。じゃあ俺らの動画が両親に刺さったってことだね。日本で食べてるものとかさ、旅行とかさ、そうだよ、それがすっごい美味しそうだったりするから、両親は10年ぶりに日本に行きたいと。イエス。それだけじゃないと思いますよ。いい動画作っててよかったね。これだよ、これ。娘に会いたいよ。あ、娘に会いたいっていうのもあるね、それはね、もちろんね。まあでも嬉しいね、日本にさちゃんと興味をこう持ってくれて、遊びに来たいって思ってくれて、まあそれが本当に実現するかどうかはまだ分かんないけど、まだ分かんないけど、できれば本当に来年に来ていただいて、ちょっと長めに来てもらって、ね、もう2ヶ月とか3ヶ月とか、ドイツ人の人って本当にそんぐらい来る、休み取って来るしね。もうあの来年から私の両親が定年になるから、パパはもうあれじゃん、リタイアメントじゃん。そうそう、もう半年ぐらいは来てもいいけど、もう2年ぐらい来るかもよ。逆にもそしたらもう十分ですよってなるかもしれない。ドイツ人としてビザなしで、うん、日本滞在期間がどれぐらい分かる？半年？半年。じゃあ半年マックスは来れるんだね。そう、半年いたらすごい日本を楽しめるよ、はい、季節がだいたい2つか3つ経験できるから、春、ね、夏、秋とかね、はいはいはい、だから春ぐらい、春先ぐらいに来て、夏には誰もここ、ごめんなさいね皆さん、でも夏には誰もここにいたくないよ日本。あ、暑すぎ問題、暑すぎる。確かに暑すぎ問題あるね。秋ぐらいに来てもらって、10月ぐらいに来れば紅葉を楽しめるでしょ、はい、で10、11、12、1、2、3月ぐらいまでいればちょっと桜も咲き始めるよね。イエス。だから10月から3月だよね。ちなみにそんな半年ずっと いなきゃいけないわけではないので、半年来るとも言ってないですね両親ね。2回来てもらって、1回秋と1回春にまた来てもらう。そうだね、飛行機だけは考えなきゃいけないけど、まあ、飛行機高いからね。往復何、10万から20万の間ぐらい。そんなしないんじゃない。あ、そんなしないの。往復10万から20万の間しないんだったら、なんかそんなにめちゃくちゃ高いっていう印象ないよね、ドイツと日本の。それぐらいするかな。まあそれぐらいするよね。でも嬉しいことに、まあ、ドイツに行った時にね、はい、両親の家があるからね、滞在費は0円でしょ。え、だから私の両親がドイツから日本に来る時に、うん、ここに布団で寝てもらうの。あ、ここここに寝ます。じゃあちょっと大きい部屋に引っ越そうか。一緒に住んでもいいよって言われたけど、うん、ベッドが欲しいって言ってるから私たちは布団で寝る必要があるって言われましたよ。めっちゃわがままな両親や。人の家に来てさ、人のベッドをぶん取ろうとしてるってこと。あ、でも布団で寝るのはあれか、まあそっか、生まれてからずっとベッドで寝てるもんね。そうだよ、まあ、だからベッド用意しようってなるとちょっともう一部屋必要だね。引っ越しますか。いや、引っ越さない。ソファベッドを買おうとか。ああ、ここに置いて、いえ、これと交換して、そこで寝てもらう。普通に2人で寝れる。でも俺あれだよ、ここリビングだけどここで仕事するからね、こっち側で。でカメラの奥だけどね。イエス。
何が問題？邪魔でしょうよ。両親が後ろでおはようとか言って俺もミーティングしてたら邪魔でしょうよ。いや、まあそういった楽しい生活になる。まあね、まあ2週間とか3週間だったらいいよ。半年いたらもう邪魔よ、さすがに。まあそっか、でも日本に来た時にどこに滞在するかね、考えなきゃいけないね。なんかホテル暮らしは高い。そうだね、タカの両親とかの家に。ああ、うちの実家ね。うちの実家はもう子供、僕とかお兄ちゃんがもう出てっちゃってるから、部屋がもう部屋があまりに余ってるもんね。すごいよね、タカの両親がほとんどその家を使ってないというイメージだ。お父さんとお母さんしか今いないから二人でね暮らしてるからね。もう本当になんかリビングとベッドルームぐらいしか使ってないよね。そうだ、もともとおじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さん僕お兄ちゃん6人暮らしだったから、そう、それが今2人になってるから ね嬉しいかもしれないよ。でも言葉通じないからね、なかなかね。それがあの英語とか日本語を勉強する機会にもなるかもしれない。60オーバーの両親に今から英語を教えるというグローバル体験をさせる、まあ、それが全部何の話だっけ今。あの来年のプランになるんですけど、両親が来るかもしれないっていうね、まあ、本当にこの話を聞いた上でこの AQ ブログチャンネルで いろんな新しい企画とかも生まれるかと思いますので、うん、そうだね、皆さんあの見続けてください。チャンネル登録もしてくださいね。仮に両親が来てくれたらね、こう企画の幅も広がるしね、皆さんが面白いと思うようなコンテンツも多分いっぱい取れると思うし、はい、2024年は AT ブログの年になります。なるそうです。レナの両親の年になるかもしれない、かもしれない。どうなるのかな、 AT ブログチャンネルじゃなくて、まあ、ママパパチャンネル、ママパパチャンネルになるかもしれない。話に戻ると、うん、私は明日からドイツに行きます。これからの撮影のスケジュールはちょっと皆さんとシェアしたいところがあります。どうぞ。テレビプレゼンターみたいな感じで。And now the weather、はい、今後については動画をドイツのコンテンツと日本で撮るコンテンツを交互に出していきたいなと思ってます。去年はがっつりともう4ヶ月ぐらいはドイツのコンテンツずっと続けましたよね。そうで撮りすぎて、そうで視聴者の中に勘違いしちゃう人が出てくるんだよね。あ、そのドイツにいたのは3週間とか4週間なんだけど、そこでコンテンツを、まあ、いっぱい撮ると、はい、その後ずっとドイツのコンテンツが続いて4ヶ月続くと、ずっとこの人たちドイツにいるのかなって、こいつ仕事してないじゃんってそれもある、こいつサラリーマン辞めたのかなって、なんか勘違いする方もよくいるから、多分 100% こうじゃないけど、まあ、一個一個にはできないかもしれない。ドイツドイツ日本ドイツ日本日本日本ドイツみたいになるかもしれない。だから逆にさ、あれこいつら日本とドイツすごいペースで行き来してるなっていう勘違いをしないようにしてほしいよね。そうだね。皆さん本当にいろんな面白いことが2024年に来るから楽しみにしてください、うん、皆さんこの動画があのこれからの予定と、私はドイツに行くことと、両親が日本に来ることとか、うん、いろんなコンテンツを含まれているんですけど、なんかよくもう僕らあれだよね、話が飛ぶよね。はい、この動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。本当にまだチャンネル登録してないなら今はした方がいいんですよ。これからいろんな面白いこと、ぜひ。ちなみに今チャンネル登録をせずにこの動画を見てくれてる人がだいたい 70% から 80% なんだよね。多いです。でチャンネル登録をした上で見てくれてる人が 20% から 30%。 みんなまだチャンネル登録してないけどこの動画を見てくれてる人はぜひポチッとね、はい、ポチッとね、いいねと登録とあとは鐘を鳴らすボタンといろいろ押してください。みんながチャンネル登録ポチッとしてくれたら10万人いくかもしれません。そうだね、頑張りましょう。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。